パワーウィズハート、関西電力の提供でお送りします。少しずつ暖かさが増す4月、本格的に畑仕事をし始めた男性が今回の主人公、勝山市にお住まいの天野義弘さん67歳です。今何を植えられてるんですか？今ヤーコンっていうさつまいもに似たあの芋の種、種芋を植えています。また一年いろんな野菜を種まいたり芋を植えたりして野菜作りできるのが大変嬉しいです。そんな天野さん、畑仕事の他にももう一つ楽しみが、60歳になってから始めたブレイクダンス。運動音痴なもんで、自分が小学校4年生の時だったと思うんですけど、6年生の人がマット運動で空中展開っていう技があるんです。なんかすごいなと思いました。あれがずっと心に残って今もあるんですけど、その光景あるんですけど、未だに自分もあんなやってみたいなと思っています。それがちょっときっかけかなと思います。週に一度勝山市内でレッスンを受けている天野さん、時間を見つけてはダンスの練習に励んでいます。そしてダンスイベントにも積極的に参加しています。怖いんですけど、やっぱり自分で一人でやってるだけでは上達しないんですね。特に力を入れた技が決まって会場が沸くことがあるんですね。あれが嬉しいというか、またエネルギーになって次も頑張ろうというふうなきっかけになりますので。ふと自分の生き方から勝山人であることを再認識します。春を告げる祭り の詐欺町っていうのがやるんですね。町の花よっていう始まる林の中に浮いた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 というくだりがあるよね。あるいは気持ちが浮くということだろうと思うよね。その日常と非日常というか、その時にはもう思い切し自分のやってることとしてかダンスなんか特にそうですね。体での表現なんで平成意識みたいな状態まで行きたいな。そしたらふるさとの魂ちょっと大げさですけど、それだと共鳴するんじゃないかなって思ったりします。パワーウィズハート、関西電力の提供でお送りしました。